はい、皆さんごきげんよう。ドクター完熟篠崎四丁目校、西小岩校、そして2024年3月から市川宗谷校ね、千葉県の市川宗谷校も運営を始めました、小株と申します。よろしくお願いいたします。でね、この授業動画 V 模擬の動画は実にね、2023年度ぶりね、去年の、中3生のね、先輩たちの代以来はね、撮ってなかったんです。ところがね、今年度もまたね、6月から V 模擬が始まりましたので、数学の四角一番の解説動画を撮っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。でね、初回だから言っておきますが、このね、数学の四角一番っていうのはね、合否を左右します。ここの出来具合で合格できるものも合格できないものもあったりしますので、その運命の分かれ道としてね、大切な問題として捉えていただければと思います。でね、6月7月 V 模擬は、ごめん、これ間違えた、都立そっくりじゃないですね6月7月は単なる V 模擬なんです。都立そっくりじゃないんですね、間違えました。そのままね、去年のファイル使っちゃったのでそのまま書いちゃったんですけど、実はね、6、7月の V 模擬っていうのは都立の傾向とは若干異なります。で、数学の四角1も46点満点じゃなくて45点満点となっております。ね、作図がないんですね。問1から問9まではあるんですが、最後の作図がなくて、図形の角度の問題になっておりますので、45点の配点となっております。でね、この45点を取れるか取れないかだね、どんだけ失点してしまうかで、やっぱね、偏差値かなりこうアップダウンしますので、一問一問を大事にしていていただければと思います。でね、去年と同じような感じでね、まずここに表示されている問題を皆さんのノートにね、式とかも写してまず解いてみてくださいね。で、その後解き終わったら一旦ね、この問3が終わった段階で動画をまたね、再生していただいて、解説を聞くなり答え合わせをするなりしていただければと思います。ノートをね、用意してください。あとシャーペンと消しゴムね、ご用意いただければと思います。ではね、早速やっていきましょう。まずね、問1から問3まで問題を掲示しておりますので、この3題をノートにやってみてください。では、動画を止めてスタートしてください。1年ぶり、いや、1年は経ってないですね。3ヶ月ぶりぐらいかな。3、4ヶ月ぶりぐらいなので、ちょっと緊張しております。じゃあ、いきますね。はい。皆さん、問1から問3までできましたでしょうか。じゃあ、いきますよ。まずね、問1の 4-13 っていう計算です。これは大丈夫ですかね、皆さんね。はい。もう答えだけ書いちゃおうと思いますね。これはマイナス9ですね。まあ、ちっちゃい数から大きい数を引き算するから、当然、符号はマイナスになりますね。はい。ではね、問2行きたいと思います。このね、分数が絡んだ式の計算ですね。まずここを見ましょうか。マイナス4の2乗ってことは、これマイナス4を2回かけたものっていうふうに考えますので、マイナスかけるマイナスはプラスだよね。4×4=16 ってことになります。ここはプラス16です。なんでちょっと書いちゃいましょうか。こうやってね。で、6×-3/7 なので、ここで約分ができますね。3で割って1になります。3で割って2になります。プラスそのまま書いちゃおっか。プラス、はい、ここにマイナスあるから気をつけてね。マイナスの2,7,14が残りますね。こういうような形になります。そしてここのプラスマイナスをこうマイナス14に変えて、答えは2ですね、ということになります。この辺でね、間違えてしまうとかなりね、やっぱり痛いので、間違えてしまった人は、なんで間違えたかっていうのをね、自分で分析して、次にね、同じ問題が出た時に間違わないようにしていただければと思います。じゃあ、文字式のね、この分配法則の計算いきます。これはね、もうこうやって分配していくだけですね。一個一個やっていきましょう、丁寧にね。3×2=6A-3B ですね。で、-2×3A ですから、-6A。で、最後注意ね、-2×-2b なので、符号はプラスになりますよ。ここ気をつけてね。で、2×4b。はい、横に書いちゃいますね。6a-6a だから、ここ a は消えちゃうね。0になります。-b+4b ですから、これ計算すると、ただの b が残りますね。ということで、この答えは b となります。はい、3問どうでしたでしょうか。じゃあね、456の問題を次に掲示いたします。見えてる？大丈夫？はい、じゃあね、この456を皆さんノートにやってください。ではスタートいたします。
ね、カッコ4、カッコ5、カッコ6を解説していきたいと思います。まずね、この、文字がね、複雑に絡んだ割り算の計算なんですが、とりあえず、符号を決めましょうか。プラスかマイナスね。こっち側プラスだよね。こっち側マイナスだよね。プラス割るマイナスだから、符号はマイナスに確定します。でね、こういう文字が絡んだ式はね、分数にすることをお勧めします。4ab 分のこっちだね、 24a2 乗 b ということになります。これでね、約分がしやすくなるんですね。まず b と b は同じですから、これ消えて両方1になります。で a と2乗が消えるね、これね、 a だけが残ります。4で割って14で割ってこれ6になりますね。符号はマイナスですよ。なのでマイナスの 6aというのが残るはずです。これが答えですね。大丈夫ですかね。はい。ではね、方程式いきますよ。方程式の基本は、左辺に文字、右辺に数字をね、まあ、逆でもいいんですが、集めることですね。なので、まずマイナス 3x はそのまま置いときましょう、ここね。で、4x を左辺に持ってくるから、符号変わってマイナス 4x になります。イコール、マイナス13はそのまま。プラス8が右辺に移行されるからマイナス8になりますね。はい、こっち計算しますよ。マイナス 7x イコール、こっちも計算するとマイナス21になりますから、こっちに行きましょうか。x イコール、これは3ですね。という答えが出てきます。でね、ここでね、確かめ算をやってください。出た x イコール3を元のここの式に代入して、ちゃんとこのイコールが成り立つかを確認しましょう。やっていきます。8で、x が3って出てるから、マイナスサザンが9だね。8マイナス9ってのが左辺です。右辺いきます。ここ3だね。だから 4×3 で、まあ12ですね。マイナス13。はい、左辺はマイナス1の、右辺もマイナス1になって、イコールが成り立つから、この答えは合ってますよっていう確かめ算ができますね。ここに書いておくね。確かめ算です。を必ずやってください。これで5点落とすとね、かなりでかいので、手痛い疾病を食らうのでね、しっかり確かめ算までやることがお勧めします。はい、じゃあね、連立方程式いきますよ。まずね、これは上の式が y イコール x プラス3っていう形になっているので、代入法を使った方が早いですね。代入法って何だったかっていうと、 y とこれが同じっていうことを言ってるわけなんだから、ここの下の y のところにこの x プラス3をね、代わりにはめ込んでもいいよねってなるんです。これ代入法と言いますね。はい、下の式に目を移して、この辺に書くか。 3x はそのまま書きますね。でプラス4で、 y のところにそっくりそのままこいつが入るから、まあカッコつけてね、 x プラス3を入れましょう。ここがもともと y だったのね。それをこれに入れ替えただけです。イコール5です。はい、これ計算します。 3x プラス、これ分配ね、4x プラス資産12イコール5。ここ計算すると 7x イコール5プラス12を移行します。マイナス12になって 7x イコールマイナス7になって、書けないねx イコールマイナス1と。はい、これがまず1個目の答えですね。 x はマイナス1でございます。そうするとこれをね、上の式が楽かな。このね、ここの x マイナス1を代入しちゃいましょう。 y イコール、ここはマイナス1って今出たから、マイナス1プラス3ってなって、y イコール計算すると2になりますね。はい。よってこの連立方程式の解というのは、x イコールマイナス1の y イコール2というふうになろうかと思います。大丈夫ですか、この辺までね。ここまでね、6問あって1問5点ですから、合計ね、満点を取ると30点も取れます、ここでね。皆さん30点をね、しっかり目指していただければと思います。はい。ではね、ここからはちょっと一問ずつ移していきますので、皆さん解いてみてくださいね。じゃあ問い7です。この反比例の問題を、まずはやってみてください。では、スタートします。よいしょ。ちょっと水飲むか。久々にね、こう動画の授業をすると疲れますね、やっぱね。はい。はい、皆さんできましたか？じゃあね、回答解説いきますよ。はい、まずね、この辺からね、結構正解率下がってくるので、皆さん気をつけてくださいね。はい、まずはここが大事です。y は x に反比例って言われた段階で、皆さんは、
個の式を思い出さなきゃいけないです。 y イコール何でしたか？中1の頃にやりましたね。 x 分の a っていう式です。これが反比例の式なので、でこれを覚えてないとね、もうちょっと話にならないんですね。なのでしっかり覚えておいてください。で反比例は y イコール x 分の a、 a には何か数字が入りますね。でついでに言っとくと、比例は何でしたか皆さん？比例っていうのは y イコール ax でしたね。これもしっかり覚えておいてくださいよ。あのね、今回はこっちしか使いませんが、これは使わないんですが、これでね出される時もあるので要注意です。はい、今反比例ですから改めてこう書いておきます。 x 分の a ね。で、はい、ヒントが出てます。 x イコール4の時 y イコール3、はい、代入しましょう。こいつに y が3、 x が4ですね。こういう式になります。両辺かける4しましょう。 3,4,12 です。で、こっちかける4すると4分の a かける4だから、これ約分されて a しか残らないよね。 a です。よって a イコール12となります。で、これ答えじゃなくて、あの a を求めるとかどこにも書いてないからね。 a って12って分かったので、改めてこの式、反比例の式っていうのは y イコール x 分の12っていうふうに判明するわけなんですね。で、今まだ聞かれているのが x が6の時 y はいくつですかって話なので、はい、これに x イコール6を代入してあげればね、 y が出るはずです。はい、代入していきましょう。 y イコール、ここは6だね、6分の12で、両方分母分子6で割れるから6で割って1、6で割って2、よって2になります。答えは y イコール2ということになろうかと思います。できましたでしょうかね皆さんね。このぐらいはねちょっとできた方がいいと思いますので、頑張って取り組んでください。できなかった人はしっかりまず覚えるべきことを覚えて、でちゃんとねこの流れをしっかりね押さえた上で、もう一回動画を止めて何も見ないで自分の力で解いてみてください。あのね、動画のその再生ボタンをずっと戻してね、巻き戻していけばまたねこれが白紙のものが出てくるはずなので、ね、そこに戻してねやってみることをお勧めいたします。はい、ではね、問い8ですよ。あと2問です。皆さん頑張ってください。問い8を映し出します。はい、度数分布表の問題ですね。苦手な人多いですね。はい、ではね、問い8、まずは1回やってみてください。スタートします。はい、皆さんできましたでしょうか。じゃあやっていきますよ。はい、まずね、問題は、表はね、ある中学校男子生徒50人の握力を調べて、でその結果を度数分布表に整理したものだと。はい、ここはポイントですね。はい、30kg 以上、35、ここだっかな、この階級ですねの相対度数を求めなさいっていう話なんです。でね、これは相対度数って何だったかっていうのを忘れてしまっている人は、まあ、中1でやる内容なんですが、あのできませんね、これね。これは覚えておいてください。何かっていうとね、これね、全体分のその階級の度数のことを言います。の度数。はい、全体って何人ですか ?50 人って書いてあるよね。50分の求めたい階級はここの 30kg 以上、35kg 未満です。13人ですね。はい、これです。でね、相対度数はね小数で求めることが原則です。なのでこれ分数なので小数に直してあげましょう。どうやって直すか皆さん知ってますか？大丈夫ですか？これは分子割る分母と同じなので、13割る50という割り算をやってあげればいいわけですね。筆算しましょうか。一応ね、13割る50、大丈夫ですかこの筆算。皆さん小学校のこれやったよね。まさかあのこの割り算忘れてるって人いませんか？大丈夫ですか？まず13割る50できないので、この0を置きましょう。そうするとここにね、まあ、0を借りてきてね、小数点がついて、はい、これでね130割る50なので割り切れるよね。2がつくかな。20が0、250で30ってなって、またここね、0を借りてきて、300割る50は6ですね。なんで6。そしたら00の3となって余りが0。よってこれですね。0.26 というのが相対度数でございます。まずはね、相対度数の求め方、ここです。ここを押さえてください。
その後相対度数っていうのは小数で表すっていうのも覚えておいて、あのね、このまま書かない方がいいですね。あのバッテン食らう可能性があります。この小数で表すってことを思い出して、あの分子割る分母をやって筆算して答えを出すという話になってきますね。はい、大丈夫ですか。じゃあね、問9最後の問題です。一応ね、これね、はい、冒頭でも言いましたが、6月7月 V 模擬っていうのは、都立そっくりじゃなくて、これごめんね、間違ってるからね、角度の問題が出ます。作図問題は出ません。じゃあこの角度の問題を自分でノートにね、この図も書いてみてやっていただければと思います。ではスタートします。できましたでしょうか。皆さん大丈夫ですか。よし、じゃあやりましょうかね。はい、やっていきますよ。じゃあね、分かってる情報をまず書き込んでいきましょう。この辺が分かってるよね。 ABE はここだね。これ36度って書いてあります。はい、で ACD はここかな、この角度ね。ここが39度って書いてあるよね。はい、で ADC ここですね。これが19度と書いてあります。で最後ね、 AEB ここも書いてあるね。これが30度ですね。はい、もうね、これ知ってる人はね、なんだこれ、もうこれを使えってことじゃないかって気づくと思うんですね。逆に知らない人ってちょっと苦労するかもしれないですね。まあ一個一個やっていけばできない問題ではないんですが、あのね、外角の定理っていうのを知ってると、この問題っていうのはもう割と瞬殺できますね。はい、外角の定理って何だったかっていうと、例えば三角形があります、こうやって。その時にこの辺をちょっと延長します、こうやって。そうすると、あのね、内側にできる角のことを、こういうのをね、内角っていうんですね。内側の角で内角です。で、ここの三角形の外側にできるこの角、ちょっと塗りつぶしとくね。これのことを外角と言います。外側にできる角ね。もちろんこっちにもできますよ。ここね、外側の角、外角ですし、ここも一緒。ここもね、外角です。で、外角というのは、これ覚えといた方が得です。これは、隣、合わない、内角の和と覚えといてください。なんのこっちゃって感じですね。ちゃんと解説します。こうやって三角形があって、じゃあ、ここに外角を作るとしましょう。ここね。この外角というのは、隣り合う内角ってここだよね、ここ。隣り合わない内角って、こことここだね。これを A として、これを B とすると、ここの外角の角の大きさっていうのはね、実は A たす B になるんです。こことこう足したものになるんですね。なんでそうなるかっていうのは、簡単に証明できるので、気になる人は担当の先生に聞いてください。ここでやると、ちょっと尺が長くなってしまうのでやりませんが、とにかくね、ここの、外角というのは隣り合わない2つの内角を足したものになります。で、これを知ってるとですね、皆さんいいですか。まず三角形 ABE に着目しましょう。こいつちょっと塗りつぶすね。そうするとね、ここがほら、ここに外角できてるね。ここに見えますか。大丈夫ですか。これ三角形 ABE の外角だよね。書いておきましょうか。三角形 ABE の外角です。外の角ですね。で、いいですか。外角というのは隣り合わない内角を足したものになるので、隣り合うのはここだよね。隣り合わないのはこことここです。なので36+30で、ここは66度というふうになります。ここね、塗ったとこね。で、同じように見て、今度は三角形 ADC に注目してください。こいつ。この三角形ね。はい。伸ばしたらさ、ここに外角できてるよね。ここっていうのは三角形 ADC の外角になっております。外角というのは隣り合わない内角を足したものなので、こことここですね。足す39で、これ計算すると58になるかな。ここの外角は58度になります。そしたらもうこれ終わりですね。 X っていうのは180度ね。ここからここまで半直線は180度だよね。そのうち58と66があるから、それを引いてあげればいいわけです。
こんな式になるかな。ここ計算するとね、124ですね。なので180から124引くと56度という数字が出てきます。答えは56度となります。っていうふうに三角形の外角のね定理を知ってますかっていう問題ですね。これね、仮に知らなかったとしてもいろんなやり方あるので皆さんできると思います。頑張ればね、ゴリゴリやっていけばできると思うんですが、これを知ってると割とすっきりね、あの式がまあいくつか でだけで出来上がると思いますね。はい、ではね、これをもちまして2024年度6月2日の、ごめんなさい、 V 模擬ですね、都立そっくり模擬じゃないです、 V 模擬の数学大問1の回答、演習&解説を終わりにしたいと思います。これからね、 V 模擬7月8月とどんどん行われていきますので、その度に取っていきたいと思います。この動画を活用して皆さん資格一番の得点力をしっかりと上げていって偏差値アップに努めていただければと思います。ではね、この辺で終わりにします。お付き合いいただきありがとうございました。失礼いたします。